はいはい、こんにちは。松尾修造のこれ知ってますなんですけども、今日はあるあるシリーズの何なんでしょう。もう4回目5回目ぐらいでしょうかね。カクテルパーティー効果ね、あるあるっていうか、そんなあるあるっていうシリーズなんですけど、どんなに周りがうるさく、どんなに周りがねうるさくても、あの話し相手のことが聞こえることをね、こうカクテルパーティー効果っていうらしいですけど、人間の耳は、高性能で注意を向けている人とかね、それから騒音から脳が選別して取り出しているということで、周りがうるさくてもですね、その中に必要な情報だけを脳が無意識にこう聞いて、それをこうキャッチするという効果がある。それをカクテルパーティー効果という人なんですね。確かうるさいところでもなんかこう近くにとってこう聞く人の声だけはなんか聞こえたりしますよね。そういうことらしいです。あるある、効果でございました。松尾修造はこれ知ってますでした。今回このシリーズなんとなくイマイチなような感じがするんですよね、自分でね。続きはもうちょっとあるんですわ。すいませんな。